奥村久志実証像奥村境見天保14年8月9日は、加賀藩年寄り、輝か奥村宗家第11代当主、国学者、父は奥村直観、母は大戸厚宗の娘、子は奥村栄心、前田直義室、通称儀、十郎、助門、署名一室、官位は、十五石体官政年、 加賀藩年より、奥村直おの四男として生まれる。母は過労大音厚その娘。今日は3年12月、父、小広氏が死去する。翌文化元年、家徳と、事業1万7千国を相続する。年より、人持ち組頭、勝手方しつけを歴任する。文政元年、藩主、前田成長に、犯罪性悪化の責任を問われ。 すべての役職を解任され失脚する。文政3年12月、十五位死体神に除任される。文政7年12月、単語神に専任する。国学者として、文政12年に、語学書、古言井べ弁を執筆した。天保元年5月、藩主、前田成康の生死、犬千代、天保4年三男、木五郎、天保5年四男。 今日心丸誕生の際に、引き目役を務める。天保7年、藩主ナリアスによって、再び藩政に登用される。藩政を批判する政敵の寺島クランドをのとに、流罪にする一方、雇用商人の先夜五兵と協力して、雇用銀調達に当たらせた。これらの施策は、朝連広白黒羽織党と呼ばれる一派から厳しく、批判された。天保9年、幕府より、 江戸城西丸再建の手伝い武神を命じられ、その武行を務める。天保十一年、不審の功を幕府よりねぎらわれ、白銀と自腹を可視される。天保十四年八月九日没。去年五十二。家督は、嫡男栄親が相続するも創生し、お辞出自家の八尾栄2がその末期用紙となった。ありがとうございます。